はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。今日は、はい、3月のこちら3月の29日10時44分です。さあ、今回のね、お話、雑談はね、えだちゃん YouTuber として覚醒する目覚めたね、まあ、そんなお話をしたいと思います。その前にね、ちょっと待ってね、おじいね、今日ねギブアップ、さすがにおじいはギブアップね。今日の今日まで耐えて頑張ってきたけど、花粉症ギブアップですね。アレジオ20がねいいという噂を聞いて薬局に行ったらね、いっぱい並んでるね。買ってきました。負けた。おじい白旗。もうYouTube ボワーとして鼻詰まって声出ないのは苦しいので買ってきましたね。でね、どれぐらいで聞いてくるのかっていうのをね、おじい動画に残したかったんだけど、某 S 中さんがさ、薬とかそういうのはオルナイでもなんでもね、映ったら一発削除されるアウトってこの間ライブ配信で言ってたんだよ。だ、ああ、薬は映したらダメなんだなーって、ちょっとでも映ってたらダメって言ってたんだよね。でもね、YouTube ググると2015年の動画とか、まあ随分前からのやつ、そうなんだけど、アレジオンとなんだかとどっちが効くとかさ、出して解説してる YouTuber とかもいるんだよね、結構ね、削除されないで。だからね、薬を吸ったら一発でダメとか、あんまそういうのないと思うんだけどな、どうなんでしょう。たまたまあれなのかもしれないけど、でも結構アレジオンってググるといっぱいあるよね、まあ、CM 以外に YouTuber の方がね、解説してるのもあるけど、まあ、早ければね、5分10分で効くよってことなんだけどね。10時46分ね、ああ、これで早く、もうこの詰まったの取れるのかな、ね、はい、ティンカベルのね、コップです。見える？ティンカベル見える？ほら、ティンカベルだよ。見えねえか、これ。ティンカベルがね、こうしてるんだけど、わかる？わかんねえかな、これ。ティンカベルね。見える？ティンカベルに。ほら。ね。もう花粉症の薬、飲み薬だけはね、本当にね、絶対に飲むもんかと思ったんだけど、ああ、ギブアップです。もう、鼻声じゃね、全然お話にならないからね。はい、そんなわけでね、いきましょう。今日はね、えだちゃんのお話になりますね。カテゴリー的にはね、写真リストはね、仲間紹介の中の写真動画になります。はい、えだちゃん。ね、昨日おじいね、寝るときにね、ちょうどライブやってたんで、まあ、聞いてたんだけどね、聞きながら寝落ちしちゃったね。まあ、1000人行くまでライブはしません。最終回ってことだよね。で、そのね、その理由なんかをね、次の動画でね、解説していました。ね、まあ、1000人行くまでやりませんと言ってもね、今ね、えだちゃんね、919人いるんだよ。ね、で、確かおじいとね、知り合って、この1、2ヶ月前は800何人だったよね、確かね。700何人から800何人にいったとこだったんだよね。そこから見るとね、もう確実に100人増えてるんだよ。ね、えだちゃん知り合ってから100人以上増えたじゃんって昨日コメントしたらね、そうとかって言ってたんだけど、ね、やっぱね、動画をアップしてれば何かしらね、新しい方も見てくれるし、チャンネルが増えるね、可能性があるんだよ、本当ね。本当ね、おじい頑張れ、えだちゃんって感じで、とにかく某 S 中さんも言ってたけど、がむしゃらにとにかく動画を出すってね。で、いろいろみんなほら、生活スタイルがあるから、おじいみたいにね、集中してたかたかバカバカこう出すことはできないと思うんだよね。ほんとね、ボーイスチューンさんとかおじいみたいに、もう真剣に YouTuber 狙ってやってんだってね、もうずーっととにかくもうがむしゃらに動画をアップする人と、ね、YouTuber 狙ってるけど、やっぱ今の生活スタイルあるよね、みんなね。それをね、まあ、普通の生活をしながら、余った時間でね、全力投球をするっていうね、やっぱここではね、大きな開きがどうしても出てきます、内容でね。これはもう当たり前のことなんだよ。
で、まあ、枝ちゃん今回やっとね目覚めたか覚醒したかっていうのがね、もうあと残り100人切っていよいよあともう81人だよね。それでね、おじいもねずっとね雑談でブツブツ言ってたでしょ。枝ちゃんとにかく動画出そうよ、毎日動画出そうよ、とにかく動画1日1個何でもいいから出そうよ、おはようでも休みでもいいから出そうよ出そうよってずっと言ってたの。で枝ちゃんはねいつも帰ってくる方は同じなんだよ。私の場合は毎日アップしてたらダメなの。何日かぶりに出すからみんなが見に来るけど、毎日出してると見に来なくなっちゃうのってね。でもまだそれはね確かにあるんだけど、そういう あれも聞いたことがあるんだよ。あのね、でもね、おじい的にはね、とにかく訪ねてきても動画が何日前のやつポツンってしかなかったらやっぱ寂しいなって人いるんだよね、本当ね。だからおじい言ったんだよね、その毎日アップすると見に来ないのっていう、その見に来る人っていうのはもう今チャンネル登録してる人なんだよね、内容からすると。でコストコのネタとかはさ、すごいヒットするわけじゃん。シンクの方もヒットするわけでしょ、検索でね。だからいろんな人が見に来るんだよ。でやっぱね、その今いるうちうちの人に向けて、今のファンに向けて何かを残す動画っていうのもさ、それ以上増えないんだよねやっぱね、うん、チャンネル登録1000人に向かって頑張ってるんだったら、とにかく新規の方に向けてとにかくいろいろアピールする動画をがむしゃらに出さないとね。何でもいいんだよ、あの手この手、いろんなアプローチからいろんなタグ付けができるようにね、いろんな方向性からどの動画をやったら食いつくんだろうっていうのを試してみてね。で、あ、ちょっと反応がいいなと思ったらね、そこをこうずんずんこう掘り進むっていうね。枝ちゃんすごいんだよ、おじいが知り合った時は、おじい、なんだっけ、ちょっと横文字おじい弱いんだよね、ちょっと待ってなんだっけ、アナリティクスだっか、データ見るやつで、おじああいうデータ見るのがね全然苦手なんだよね。見方も分かんないし、その単価の出し方も分かんなかったし、いろんなものがねおじい見てもちっぷんかんぷんなんで分かんなかったんだよ。でもやっぱね昔から言われてたんだよね、こういうデータを見ながらやっぱり視聴者さんのやっぱね興味のあるところとか、どういうところで盛り上がっているのとか、そういうのもこう全部見れるからね、解析しながら視聴者さんのね、要は見てくれるものに合わせながらこうやっていくんだってね。あー今思えばこういうことかっておじいは分かったんだけどね、枝ちゃんの場合おじいよりも早くそういうのを全部知ってるんだね、さすがね、さすがね、どっかの事務所に所属していることだけはあるなと思ってね、どっか忘れちゃったけど、って感じよね。でここのところね、やっぱりねおじい思ったんだけど、枝ちゃんね毎日とにかくね動画アップしてたんだよね。まあ大体内容がね、入院した父ちゃんの腎臓病食っていうね、今日のメニューで、私はね貧乏で、もやしダイエット何日目ってね。でもそれがね、今のリスナーさんに向けて残っているものかもしれないけど、まあ、ダイエットっていう単語ってすごくいいよね、うん、でねやっぱ腎臓病食とかこういうのもいろいろググるとヒットするんだよね。おじいも腎臓悪いからさ、たまにググったりするんだけど、やっぱキーワードでねヒットしたりするんだわ、ほんとね。だからね、ここのとこね、毎日ね、枝ちゃんね、動画出してたんだよ。前は3日に1回、4日に1回、5日に1回ぐらいしかなかったでしょ。で、たまにアップしても、ライブのバックアップとかさ、ね。うん、やっぱね、結果は、おのずと出てくるもんだなと思ってね。ね、枝ちゃん、頑張れ !7 時間前177、ね、8時間前801。すごいでしょこれ、800でしょ ?3 じゃないよね。3かな8かな、これどっちだろう、 おじいちょっと3、8、ちょっとどっちこれ、よいしょ、ちょっと待ってよ、
3だね、うん、ごめん、走るわけないよね。ごめん、ごめん。で、301人ね。で、16時間前で、ね、結局あの3つ出してるんでしょ。で、1日前がダイエットね。で、あの腎臓食ね。で、あの2日前、ね、ダイエット2日前なんてほら、シャンボン出してるよ。で、3日前がほら、ズボン破けたあの例のやつがあって、ね。で、この時にね、照明用紙の桜綺麗だねっていうのね、やってたよね。で、腎臓食があって、で、YouTube ライブの PC からボタン一つでできるようになったよとかさ、で、ここでね、で、ほら、ハムスターのほら、お家綺麗にしたやつとかね、かわいいよね。で、ここのとこね、ほら、今まで何だったのっていうぐらい、毎日さ、とこ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 、とにかくアップしてたんだよね。で、その結果がね、やっぱね、加速してるんだよ。900まだちょっとだねとかね、みんな数字見ながらこう言ってたんだけど、やっぱ毎日ちょ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 アップしてたら、もう919だか8だか、あっという間でしょ。やればね、やっぱ数字来るんだよ。919だよね、うん。これはやっぱね、後に続く人にいいお手本になったんじゃないかなと思うね。枝ちゃんのね、今回の。で、やっぱね、おじいもいろいろアドバイスしてもらったしね、ね、おふくびんとさんとかね、やっぱりね、ある程度結果出してる人とかね、そういう方からのアドバイスっていうのは大きいんだなってね、おじいもつくづく思ったよ、本当ね。まだ鼻詰まってるよ、まだ聞かないじゃん。5分10分で聞くってたけど、おじいまだ鼻詰まってるよ、ほら。おじい何分だっけ、40何分だよね、飲んだのね。まだ鼻詰まってるよ。聞くの、あれ以上20、これ本当に1日1回長く聞くってね、本当これいまいち信用できないよ、薬って。でね、おじいがあとね付け加えたコメントがあるんだけどね、枝さんのところにね、これ見てね、やっぱり毎日アップするってことは大事なんだなって、最初はね数をいっぱいアップするっていうのは大事なんだなっていうね、ここのところはね、大きいんだよ、本当、基本だよね、YouTube のね。それでさ、1000人行くまでライブはしませんっていうね、このタイトルね、うん、ね、よいしょ、これね、1000人行くまでライブしませんって、あとさ、あと81人じゃん。おいしたら、またライブすんの。ね、でさ、こう長期間にわたって1000人行った時って、チャンネル登録して放置してる人って結構多いんだよね。だからさ、チャンネル登録1000人行っても、そのうちの何人が動画を今見に来てくれてるのかなっていうのが大事なんだよね。で、チャンネルは減ってく増えてくってこうなるから、やっぱね、安定の1000人保つためにはやっぱ1500人で、おじいのね考えの中では、チャンネル登録が1000人じゃなくて、1000人が見てくれる、ここがね、おじいの一個の目安なんだよ。おじいが今ね目標としてるのがそこなんだよ。チャンネル登録よくね、1000人ありがとう、2000人ありがとう、3000人ありがとうってね、こうやってよくあるじゃんね。で、ちゃんとね、変な不正をしないで、ちゃんと地道にチャンネル登録を増やしていった人っていうのは、もう確実にね、チャンネル登録に比例してアクセス回数っていうのがね、こう増えていくんだね、確かにね。で、その人のジャンルっていうものがあって、おじいで言ったらレンタル Wi-Fi の情報がブワーッとね行くよね。それ以外のものはシューンって感じだよね。でも、まあ、おじいぐらいの段階としては、やっぱ横のコミュニケーションも大切だからね、本当バランスが大事かなっていう。だいたい7、8割ぐらいレンタル Wi-Fi のお話をしながら、それ以外のお話をね作っとかないと、仲良くしてくれた方がね、おじいの動画何も見るものがないってね、まあ、こういうことになってしまうのでね、もうそろそろ少しぐらいウエイトをね分けてもいいんじゃないかなとちょっとね思い始めたところです。で、そこのところでね、まずYouTuber として
YouTube、なんだっけ、パートナーシップ、ね、パートナーシップを結ぶのに、要は1000人と過去4000時間の、支障がないとできないわけなんでね。で、YouTube ライブっていうのは、やっぱライブやってていてくれるとね、それがカウントされるんで、ほんとね。あと、私は広告ボタン使う、あ、そっか、今使えないのか。ね、広告ボタンがまだあると思うんだよ。で、おじいがよく見てた方はね、定期的に、じゃあそろそろ広告行くよー、いい?って感じでね、みんないいよーっつって、で、ポチってやるとね、広告が流れるの、ピーチって。ね、まあ、長い場合は30秒ぐらいのやつが出るらしいんだけどね、だいたい5分で終わっちゃうものもあれば、10秒で終わっちゃうものもあればね、とりあえず広告ボタンがあるので、ポチってやってね。で、ただいまーっつってね、今回長かったーっつって、本当にみんなありがとうね、ごめんねーっつって、もう一回ポチって、またーっつって、ポチってね、で、また広告見て、また広告来ちゃったよーっつってね。 まあ、こういうね、いたずらをしながらね、広告もね、みんなに見てもらいつつなんてね、このやり方が YouTube ライブではね、楽しくね。本当は広告っていうものはね、なるべく邪魔な存在なんだけどもね、そこをやっぱ配信者さんの力量でね、みんなに楽しんでもらいながら、広告ね、出すよ、ごめんねって感じでね、やってしまえばいいんだよ、ね。で、そこでうまくYouTube ライブの時間を稼ぎながらね、広告もポチってもらいながら、だいたいYouTube ライブってさ、コミュニケーションでしょ、結局ね。でね、今回おじいがこの動画を作ろうかなと思ったのが、このね、おじいが寝ちゃった後の、この一番最新のバックアップの動画、これね、うん、この、よいしょ、タイトルの後ろの文字があって、ね、よいしょ、えだちゃんのね、タイトル、YouTube ライブ1000人行くまでやりません。動画作ってなんぼでしょうっていうことで、で、えだちゃんがね、ほら、ちゃんとね、説明してるの。ね。で、このえだちゃんの言葉の中でね、おじいが、聞いててね、本当にね、応援したいなと思ったのがね、私は真剣に、ね、お仕事として YouTube をやっていきたい。ね。で、昨日の動画の中ではね、まだ娘とか旦那とかね、私がやってるのは知らないよって。でもやっぱ生活の中でお仕事としてね、ちょっとでも収益があったらね、いろんなことができるしってね。で、主婦でいながらね、そして母でいながらね、生活のことも考えながら、そして自分がね、やっぱこういうネットの中でコミュニケーションを取りながらね、仲間を作りながら、やっぱ情報を発信していく。ね、やっぱりお仕事として真剣にね、YouTuber としてね、やっていくっていうね、そういう決意表明みたいなね、決意表明というか、まあ、もともとそのつもりでやってるんだけれども、覚醒したかなっていう、その瞬間じゃないかなと思って、おじいはね、捉えたんだね。で、ここ最近の動き、毎日ね、何かしらアップする。でもまたお父ちゃんが退院してきたらね、また買ってね、ライブなんかもやってやらんないしっていうね、まあ、そういうのもあったんだけど、いいんだよ、それで。動画はね、どこでも撮れる。でもライブっていうのはリアルタイムだからね。で、YouTube っていうのは、やっぱコミュニケーションの動画にしても、何かのこう、みんなに見てもらう悩みを解決する情報発信にしても、やっぱね、基本は動画なんだよ。で、常にやっぱ新規の方に見てもらうためのやっぱキーワードがあってね。で、その動画がずーっと先までね、営業マンをしてくれるんだよ。だから誰かが見てもらえるような動画を作ってなんぼなんだよね、ほんと。で、それは何かのお役立ち情報もあるわけだしね、コミュニケーションだっていいんだよ。こういうふうにしてコミュニケーションを取る人がいるんだよ、こんな YouTuber がいるんだよって、この人大した情報は発信してないんだけど、とにかく行ってみんなでね、ピヨピヨしてるのが楽しいんだよねとかさ、何でもいいんだよ、特徴があれば。ね、長くやる、継続は力なり、ね、気に入ってくれた、息の合う方がね、また口コミとかそういうのでね、やっぱ徐々に広がってくれるんだよ、ありがたいことに。ね、
でも所有のに頼ってはいけないんだけどね、あのもっとグイ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 実力でねやっていかなきゃならないのはあるんだけど、でもやっぱね YouTube ライブっていうのは基本的に YouTuber だったらいろんな動画を見てくれる視聴者さんね、あのいつもはリアルタイムじゃないけどもコメントに対してコメントを返して、でコメントが返しきれなかったらハートを返してって形でね、こうやって視聴者さんとコミュニケーションを取るの、これがスタンダードだよね。で新しい機能としてライブ配信というものができました、数年前からね。でもそれはその視聴者さんとのコミュニケーションを取るまあ、カテゴリーっていうのかな、動画とライブっていうのはものすごく近いんだけれども別の存在なんだよ、おじいから言わせると。だからねおじいはYouTube ライブっていうのは分けてるんだね、すごくね。で今はね一緒のライバーさんやってるけども、まあ、中間フリーの時もあってね YouTube ライブは5分10分ぐらいのやつを2回やったことがあるけどもね、まあかさってたけどね、人来ないし。でもね完全に分けている。うん、でおじいがYouTube ライブをやるときっていうのは本当ね頻繁じゃない、うん、YouTube ライブっていうのはやっぱ常に動画をアップしてそれでねたまにやるからいいんだよ、ね、そこまでいければ毎日でもいい。例えばね某 S 中さんがいつもねライブ配信で言ってることね、私はね YouTuber としてピラミッドの頂点はね目指してるわけじゃない、もう今がとてもありがたい状態、今が感謝してる現状維持でいいんだよってねいつもライブで言ってるよね。毎日毎日ゆきちさんがね社人ピンポンピンポンピンポンってね訪れてくれてるから、もう欲はかかないよ、もう本当現状これだけでありがたいからってね、もうここのある程度自分が満足できるところに今達したわけなんだね。でここから下がることはないし、にチャンネル登録もどんどん増え続けてるからね、ゆきちさんが4人5人ってこうどんどん増えていくわけでしょ。でもその中でもうここまで行って達成してるから、要は動画を1本上げてももう一度が1000人なんてもう そこの数で終わらないでしょ、あの方の場合ね。だから当然ながらライブに来てくれる人のね数とか確率っていうのもものすごくあるんだよ。でボイス中さんの場合はやっぱ人柄もいいしね、面白いでしょ結構ね、ヘベレケ配信も面白いし、やっぱそこのところが支持されてるわけだから、だからライブ配信にも向いてる方なんだよ、ああいう方って。やっぱ生配信に向いてる人と向いてない人っているんだよ。おじいは生配信に向いてない人なんだよ、そこに気がついた。おじいは元気なおじいはね、いろんなこうリアルタイムのコミュニケーションツールは使ってるんだけど、自分が顔出しでこうしてやる生ライブね、ツイキャスとかあるでしょ、フワッチとか一緒のライブ今やってるけども、ステージアライブとかね、アフリカテレビとかやってきました。やっと気がついた、元気なおじいは生ライブ配信に向いてない人なんだってね、うん、で最初の3年で一応ね基盤のつもりでやってたから、だからねそこのところでもう分かった、うん、おじいもちゃんとね自分のことは客観的に見てるの。1年目がツイキャス、2年目がアフリカテレビで、3年目がねふわちくん、ここで全力投球でおじいは生配信を中心にしてやってきたの。だからYouTube のアカウントは持ってたんだけども、見れなかった方もこっちにアップしとくから見てねーのね、動画の証拠にしてただけなんだね。そして石の上にも3年、ね、修行期間3年間が過ぎました。4年目はステージアライブのオファーをいただきました。で専属配信としてね、1年間ねやることになりました。でおじいの場合はもう生配信にやってねオファーもらってからね、これはもう本当もう感無量だよ、もうありがたいお話でね。でも生ライブ配信に向くキャラではないし、ダメだなっていうのがもうこの3年間全力投球してやったんだから、
手応えっていうものが分かるよね。だからおじいは生配信はメインじゃないっていう、もうそこの決断をしたわけ。それでステージアライブのね、あのスーパースターとしてね、称号をいただいて、で要は立ち上げ盛り上げ人っていうのがすごい大好きなんだよね。あのふわち君もアフリカテレビもね、始めたばっかの時に人が誰もいない時にね、ある程度目立って、で一緒にね、頑張って作って、こうバグとかあったら運営者に言ってね、あんな機能こんな機能があったらいいなとかね、みんなの声ね、見てね聞いてねって感じでね、こうやってコミュニケーション取りながらこうやってきたんだよね。でそれと同じことをステージアライブでもね、まあやっていこうってことで、それでね、接続配信をやりながらね、 YouTube をやってた。ただおじいの場合はステージアライブもね、朝から晩までずっとバカみたいにやってたよ。でもその中で朝から晩までずっとね、一日長い時はね12時間以上配信してたね。だいたい6時間から8時間はやってたよね、ずっとね、うん、ずっと配信してた。とにかくいつ見てもおじいがいるっていうね、そういうイメージがみんなの中にあったと思う。おじいの枠に来た人も来ない人も、あ、この人いつもいるっていうね、そういう存在であったよね。で、ステージアライブはその中でね、なんかわかんないけど、いつもいる。でもそんなにね、わーって盛り上がってる配信者じゃないから、来てくれる方っていうのは限られている。10人もいるかいないかぐらいだよね。で、おじいは、集中したのは YouTube。1年間ね、どうなるかわからないけども、大晦日まで全力投球でがむしゃらに YouTube をね、やるぞ。徹底的にこれでやるぞって宣言したよね。だから、ガチャンってね、おじいは生配信から今度、録画のね、YouTube の動画の方にガッて気持ちを切り替えたわけだよね。で、まあ、いろんなね、要素があって、まあ、おじいの場合偶然だよね。このステージアライブのオファーがなかったらこれを借りようとしなかった。その時にいろいろね、表配信か接続配信か、今度はプロとしてオファーされたんだから、じゃあこれだけのスタイルの配信じゃダメだよなってことで、まあ調べた。でグッサン TV のグッサンとカジマックさんだよね、あそこら辺がヒットするんだよで、って感じでびっくりして、こんな時代になったのってね。いや、この値段で自由に使えて無制限なんだったら本当みたいな形で、でもね、こう固定回線に比べたらね、まあどれぐらい価値観は本当大きいし、でも値段的に言ったら、まあ携帯電話1個ね、おじいは1700円だったからね、それに比べるとね高いかなとも思うんだけど、でもまあ十分ね、3000円ぐらいだったらね、まあ、投資できる内容だよなってね、いろんなものが重なったよね。やっぱね、全力にやって振り向いたら結果が出てるっていうのは自分でもね分かったんでね、まあ、そういうのをね、頑張ってる人にね、自分はまだ結果出てないんだけども、まあ、ちょっとでも身近にいる人にはね、なんか伝わったらいいなっていう、ね、まあ、そこでね、まあ、おじいもこう枝ちゃんなんかも、まあ、今回覚醒したんだけども、やっぱね、仲間としてね、お互いにこう今ほらいっぱいいるでしょ、ひまりちゃんもいるし、シャイちゃんもいるし、仲のいい人とコミュニケーションも大事ね。でおじいも遊びに行くし、おじいの動画のとこも見てくれるし、遊びに来てくれるしね、シーキャスもやればシーキャスもね顔出してくれるしね、本当そういうコミュニケーションもねすごくありがたいんだよ。でもその前に枝ちゃんが行うべきことっていうのは、YouTube を目指してるんだから、やっぱりね、動画を作るのが一番最初で、次にライブ配信のコミュニケーションなんだよね。だからね、まず1000人を目指す、それはパートナーシップを結ぶための1000人であって、1000人に行ってライブ配信またまったりそっちの方向に行っちゃったら、その輪の中でそこで成長が終わっちゃうと思うんだよ、おじいの中で。そのライブ配信はね、例えばやる日を決めたりとか時間を決めて行うことによって、また視聴者さんが次に見たいなってね、じゃあ次なんとか見に行こうという気持ちになるっていう、
枝ちゃん、動画の時に言ってたんだよ。逆なんだよ。私は毎日動画をアップすると、見に来てくんなくなっちゃうの。だからたまにしかアップしないなって。それね、逆なんだよ。動画は毎日たくさんど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 んアップしてね、ライブばっかり毎日やったでしょ、ツイキャスとか、YouTube ライブと。でもどっちかっていうとツイキャスの方を多く、宣伝のためにやってるんだよ。来てね、来てね、来てねって、登録してね、YouTube ライブ登録してねって、 YouTuber でしてやってるのに、見に行っても動画が何日前から何にも更新してないっていうね。お店を宣伝してるのに、お店に行ったら商品が並んでないっていうね、そういう状態になっちゃってる。で、スタッフの紹介みたいなね、私みたいなのしかないと、ええー、みたいになっちゃうでしょ、ライブ配信のバックアップばっかだったらね。なのでね、やっぱコストコの紹介とかね、ハムスターのね、なんだっけ、ハムションだかな、一緒だかね、あの子とか、ああいうこう、ほっこりするものがあったらね、わ、かわいいねとかね、あ、コストコこうなんだとかね、こういう情報がこう見れるわけでしょ。だからね、ツイキャスの使い方っていうのはね、YouTuber だったら YouTube の方をメインにして頑張って動画をアップして、それを見に来てねっていう。パン屋さんもそうじゃん。パンを作ってないのに、そこにパン屋ができましたから来てください、来てくださいって、ビラまきに集中になっててね、そればっかりやっても、それを見たお客さんがお店に来てパンが置いてないね、3日前にパンを作ったまんま新しいパンが置いてない。パン屋さんがあるのは分かったけど、パン売ってないの？ ってこうなっちゃうんだよ。だからやっぱりね、パン屋さんはパンを作って、いろんな種類のパンを作ってね、毎日毎日新鮮なパンを作って、それで毎日毎日アピールするんだよね。今日はこんなパン作りました、見に来てねって形で、だ YouTube 登録してるんだよね。今日はこんな動画作ったよ、昨日はこんな動画があるよ、もしよかったら見に来てねって感じで、毎日同じタイトルでね、登録してねよりも、今日はこんな動画アップしましたとかね、テロップのいくでもいいんだよね。なんかちょっとこう工夫をするとね、メニューでね、ランチタイムもほら、毎日同じメニューじゃ飽きちゃうでしょ。だからさ、A 定食、B 定食、これが動画の種類なわけであって、日替わりランチとか週替わりランチってあるじゃん。今日は焼きそばランチ、今日はラーメンランチとかね、今日はチャーハンランチとか入れらんじゃん。トッピングとかもね、何曜日はこうだよっていう、そういうもんだと思うんだよね。なので、まあ、おじいとしてはね、あとようやく今919人なわけだからね、これで更新の間にね、更新して20になったら神なんだけど、そこがまた増えねえのが枝ちゃんのチャンネルの面白いところなんでね。だいたいこうやってこれぐらいの時間をおしゃべりしてると、更新すると、あ、20になってるとか、あ、21になったとか、あ、減ったとか増えたとかってなるんだけど、枝ちゃんの場合ここがね、意外と変動がないんだよね。 これがまたね、面白いところだよね、本当ね。だからね、やっぱ立ち止まったらね、数字が動かない。だから枝ちゃんの場合はこうやって動き出すと、このチャンネル登録も動くんだよ、こうやって変動するんだよ、ね、これね、ものすごくこれから始める方にいいお手本になってるでしょ。で、伝わるものっていうものがない。おじいこれすごくいいなと思ったんだよ。で、今まで枝ちゃんとね、私の考えはこうだよっていうのがあってね、おじいの考えもこうだよってね、でそれをね、あ、そうなんだよねって言いながらね、流れを見てきてね。で、やっぱ結果的に自分で気がついてるかどうかわからないんだけど、客観的にこうやってね、見る人がいると、枝ちゃんの行動が今この数字に出てきてるじゃん。だってやっぱ結果的に自分は真に目指してるんだから、やっぱ数字が上がってった方がやる気になるよね。もうちょっとだよね。ついに100人切ったよね。あともうちょっとだよねっていうね。やっぱね、そこのところね、やっぱ気がつけば気がつくほど楽しくなってくる。だからこそ今900人台に来て、YouTube ライブしに行くまでやりませんね。動画作ってなんぼでしょってね、こういうタイトルでこうパーンって動画出す、かっこいいと思った。で、かっこいいのはいいけど、相性20聞かねえ。おじいの2000いくら返して、薬局、まあそうだよね、や、あのさ、いろんなものってさ、割引して売ってるじゃん。でさ、
あれ以上20とかって、こういう薬って割引して売ってくんないの？顔捕まえる、ほら、あの液体の殺虫剤、なんだっけ、ね、ベープとかアシとかあるじゃん。ああいうのとかさ、効き方ってそうじゃん。通常は1000いくらだけど、チラシが出たら900いくらとかさ、ちょっと値引きしてくれるじゃん。この花粉症の時期にさ、このアレジオ20とか、これってさ、何も値引きしてくんないの？これ。買いに行く前にさ、1900いくらで、で、税込みで2100いくらだから、あ、じゃあ大体あそこの薬局に行けば、まあ、税込みで、まあ、1800円ぐらいで買えるのかなと思って期待して行ったんだよ。定価販売なの？ これって。そういうもんなの？ちょっとびっくりしちゃった。あれかな？それがあれなのかな？第二、なんだかってやつ？第二類医薬品ってやつ？これは値引き販売ないやつなの？目薬でも何でもさ、みんなそうだよね。今週は、この178円とかね、あるでしょ？ね、クール40とかさ、これも安いんだよ。200円しないんだよね。うん。だからさ、その安い時ってのがあるけど、これ安くなんないんだね。びっくりしちゃった。それだけに、鼻が詰まってるよ。気合を入れて強く喋んないと、ほら、鼻が詰まってるよ。聞かねえじゃん、これ。立って歩いた方が早くねえ、これ。本当ね、あの薬局の薬、速攻で一発で効くよってね、今日、インスタライブ配信してたら、ひろみちゃんも言ってたんだよ。ひろみちゃん、まあ、ひろみちゃん YouTube 見てねえか。聞かないよ。ほいで、インスタライブ配信してて、じゃあもう苦しいから、ね、私 YouTuber だから、鼻詰まった声で動画なんか作れないから、もう今から行ってくるって。で、着替えて、で、よし、支度できたよってね、じゃあ行ってくるねーって、で、プチって終わったんだよ、30分配信して。その前に30分、配信してたんだけどね、二十何分で強制終了切れちゃったんだよね。まあ、ノーカウントだね。ああ、聞かねえよ、これ、アレジオン。例外もあるってこと？これもしかして。で、おじいの体質には合わないってこと？これ、アレジオン。エピダスチン塩酸塩ってやつ？うん、おじいにはどうもね、相性悪いみたい。ほらね、だからおじいは飲み薬を信用してないんだよ。だから、こういうね、鼻にシュッシュッってやるのね。で、これやってもさ、まずいばっかでさ、もう5分か10分すると、すぐに鼻が乾いちゃってね、またクシュクシュクシュ、かゆくなってくるんだ、これね。でもまだね、一時抑えるんだったら、おじいはアレジオよりも、まだね、これ、鼻シュッシュの方がね、効かれるよ。効かねえよ。アレジオ20効かねえよ。ああ、もうね、目がかゆいのと、鼻が詰まるのと、もう、この鼻の出口、喉に通じちゃうとこ、そこの周りまでかゆいんだよね、すごくね。で、肌が赤くなっちゃってね、ほんと。うん。まあいいや。そんな感じで今回はね、雑談になっちゃったけども、エダちゃんが言うよね、カウントダウンです。ね、YouTube ライブパートナーシップに向けてね、うん、まあ919だからもうあっという間にいっちゃうんだろうけれども、月末だからね、もうね、うん、だから4月だね。今どれぐらいあれなんだろう、今の申し込みの人ってどれぐらい待ったらいいんだろうね。大体でもね、江田ちゃんの場合すぐだと思うんだよ。一番最初に、まだパートナーシップ結んでない方が、いろいろほら、本人確認とかなんだかんだね、通知を50円入れてもらったりとか、そういうののやり取りがあるからね、はがき来て、そこのやつを入れて認証してとかってあるけど、それはもう手続きが終わっちゃってるんで、一回もうパートナーシップ結んでるんで、で、条件が外れたから一回こうなったけども、条件が達成したら、すぐに戻るはずだよね、これってね。ここが
見どころなんだよ、枝ちゃんの。もともとパートナーシップを結んでいった、でも条件が外れてるから、あの全部ツールがパッてこう消えた状態になってね、あの広告管理のあれも全部なくなっちゃってるわけでしょ、設定がね。で、条件が1000人に達成した瞬間、まあ、過去4000時間の動画はね、十分いってるからね。だから、その瞬間に自動的にパッて戻るのか、それでももう一回再申請なのかさ、この辺の流れ、自分の身近なね、YouTuber の方でさ、正確な情報を知れるよね。そうすると、今、一回パートナーシップ解除されちゃったけれども、その後どうなるんだろう、また再申請してどれぐらい待たされるんだろうとか、そうやって気になってる方結構いると思うんだよ。で、そういう方に向けての、道しるべになるよね、枝ちゃんね。うん、確か、いつもね、忙しいのか忙しくないのかわからない、美容師のおじちゃんね、うん、おじちゃんのところの、あの、眉毛のところのね、お姉ちゃんね。一回、切れちゃったけど、すぐ達成したけども、なんか、待たされてるってね、あれ、で、あれ、どれぐらいなんだろうって、そうだよね。で、あれどうなったんだろう、あれ聞いた方が早いね。あのおじちゃんに聞いてみようかな。あなたどうなったっつって。ね。まあ、そんなわけで、いろんな YouTuber の道しるべになるからね。枝ちゃん、頑張ってね。ほんとね。あと、面白いのがね、枝ちゃんの名前が入ったんだよね。ね、私はだからここだからキャラがあるじゃん。そこがまた受けてるところでしょ、枝ちゃんの場合はね、うん、おじいが枝ちゃんと同じことやったらね、おじいの場合ダメだもんね。元気なおじいだからさ、すでに元気のそのなんていうの、 しょぼーんってなってるような、なんかそういう配信だとね、見てる人がしょぼーんってなっちゃうから、なんかこうで元気動画で行かないと、おじいの場合はね。だから枝ちゃんは枝ちゃんで、そこのとこのそういう内容で持っていけるキャラなんだよね、うん、やっぱ本当個性っていいよね、面白いよね、楽しいよね、本当ね。喋り方がね、本当一瞬桃井香りになるんだよね。そこ面白いんだよね、喋り方がね。モノマネでやる人はよくいるけども、自然に喋ってて自然に出てくる桃井かおりの喋り方って結構珍しいんだよね。こうやってね、あれなのかな、地域によってみんなそういう喋り方なのかね、そういうもんなのかな。おじい今まで初めてなんだよ。いろんな人の動画を見てきたんだけど、当然いろんなおばちゃんのね配信なんかも見てきたけど、自然に桃井香織の喋り方になるっていう配信者さん、あんま見たことなかったかな。うん、ちょっとね、衝撃的だったんだけど。よし、じゃあ引っ張っちゃうからね、この辺で終わりましょう。今日もね、元気にピョピョ行こうね。はい。ピョ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 。早めにね、枝ちゃん、ね、チャンネル登録1000人達成、おめでとうのね、動画が作れるように頑張ってね。おじいでした。こんなわけで、どこで喋った ?40 分喋っちゃったか。ちょっと喋りすぎちゃったね。結局、この動画のスタート時に、アレジオン20をナビました。ね。で、40分経ったけど、鼻詰まってるよ。ね、鼻詰まりが治りません。おじいはね、はっきり言います。ね。元気なおじい、この花粉症、散々苦しんでてね、もう切羽詰まってアレジオン20買ったけど、おじいには効きません。これが真実です。ね、以上、おじいの花粉症は対策がないということで終わりたいと思います。またね、バイバイ。がっくし。あ、がっくしではちょっとこれ、枝ちゃんの動画だから、枝ちゃんがっくしになっちゃうから、枝ちゃん、頑張れ。Ha ha ha.